まあ、その点今私なんかは豊かな人間だ本当にそういう権利義務なんていうの関係なしで生きてんだからね、こっちからよこせとも言わないけれど、なんとなしに授かってるっていうだけだ。大切なのもね、結局今言うその諸悪魔草修繕奉行っていうことも、掛け取りにいいことをしたからってすぐ掛け取りに行き、でマイナス行動はなるべく隠してするっていうのはね、掛け取りに来られないようにする、そういうようなんじゃない。本当に諸悪魔草修繕奉行っていうのは、この自己切りの自己の、これ自己切りの自己の中のこの内在行動ってのはこうですね、出入りだ。どうせね、自己切りの自己で、さっき言った人一切生命、人一切のゆえに不生不滅だ、不生不滅、不苦不浄不増不減だからね、出入りないんだ一切。そのどうせどっちどう転んでも自己切りの自己なんだから、出入りないところに正するっていうの、これがこの態度が大切だ。でつまり士官諸悪魔草、士官ってこれですね、ただ士官ひたすらっていうことね、ただっていうこと、ただ士官諸悪魔草、士官修繕奉行、これ経済生活でもそうだね、その、これから年末になってくると本屋によく出てる主婦の家計簿とかなんとかいうのね、と普通の主婦の家計簿には現金出納帳っていうのに、そのあれですね、年金出納帳に収入と、それから支出とってこういうふうにこう出てるでしょ、主婦の家計簿にはね。それでどうしても収入の方が、奥さんたちこの収入が多い方がいいに決まってるとこう思ってるわところがね、これこっちに収入が入ってくるためにはね、その旦那さんがね、外で働くっていう、この支出があればこそ収入が入ってくるんだ、サラリーって言うんだね。で大切なのはこっちの支出の方が大切なの。旦那さんがうんと支出、この労力を支出してればこそ収入も増えてくるんだからね。それでそのあれの現金出納帳じゃなくって普通の簿記のあれだと、これこっちの収入が借り方になるんだ、でこっちが貸し方になるんだ、はい。でこの間もね、ある人に会って、そして借り方貸し方ってね話してて、私はまあこの借り方貸し方っていう言葉、まあ小耳に挟んだ程度だけど、あんまり見当外れじゃないでしょうかねって言ってた。この方は日銀副総裁やった方ですって言われた。日銀副総裁に借り方貸し方の話、抗議してた。ちょっと困ったね。でもね、この大切なのはこの貸し方が多くなくちゃダメだ。これがプラスコード、こっちはマイナスコード、こっちがプラス、こっちがマイナス、このプラスコードがあればこそマイナスコードもその許されるところが出てくるんだからね。それでところはみんな収入が好きでさ、マイナスが好きでってね、これが沢木老師の言葉で、いやこっちが得だ、得したと思ってた、こっちは損だ、
ところがこっちが徳は迷いなんだ、本当は損は悟りなんだ。損をね、腹いっぱいにすればいいんだ。ただ損をするっていうの、ただ損をしてりゃね、どうせね、またどっかで恵まれるところもあるんだ。恵まれるために損するんじゃないんだね。ただ損は損で、実際生活ではね、一生懸命ただ貸し方だけやってりゃいいって言うとね、時々その貸し倒れってやつで、で黒字倒産って、黒字倒産って、倒産って言ってるのパパの言葉と思って違う。黒字倒産ってね、本当は普通は赤字になって倒産するわけだ。ところがこれ貸し方ばっかりが増えちゃってね、そしてその入ってこないっていうと、こういうのを黒字倒産。それで黒字倒産じゃやっぱりあんまり、ただその貸し方ばっかりやってる、しかも貸し方じゃ困るじゃないですかってね、いうのがシャバの世界だ。本当の真実はね、たとえ倒産しても貧乏しても、ただ貸し方ばっかりという態度のところに本当に豊かだ。そこが決まらなきゃダメなんだね。いや本当に豊かになりたいと思ったらね、貧乏主義をすることだ。いや人間の、なんていうかな、人間の生活とね、こういうそのことわざがあるの知ってるかな。馬とね、人間の生活はね、後しだりが効かないっていうんだ。後しだりできない、聞いたことないだろうと思うんだ、私が作ったんだ。要するにこの馬はこう後しだりができない、だから人間の生活もそうだね、生活レベルで上げちゃうとこれ後しだりできないね。で生活レベル上げないこともできるだけ、そして貧乏に訓練しても、これが一番豊かだ。これもう私はもう戦争中からあんまりちったレベル上がってるけどね、戦争に時代に比べりゃ、何しろ栄養失調じゃなくて、こう栄養が効いた顔してんだ、それだけは豊かなんだと思うけどね。でも全ての生活を、戦争時代に置いとくっていうと気楽だね。で私は本当に金のことを一生心配しないで、生活これから生活どうしようなんて思ったことなしで、ゆうゆうと生活してるいられるっていうのは、これ本当に豊かだと思う。で豊かになろうと思ったら貧乏を訓練することっていうのがまた私の作ったことわざだな。でこれ僧侶生活でもそう、これを僧侶生活でよく私は学んだ。僧侶の中でね、これ僧侶っていうとこはみんな同心を持ち寄って生活してるわけなんだけれど、一つ間違うとこれ他人の寄り集まりです、結局はね。だから僧侶の中でいいとこ取りっていうのをする人間は許されない。おい、その天蔵教訓にもね、功徳懐中一滴もまた譲ることなかれ、善言戦場一陣もまた積むべしと、こういう言葉あるけどね、その功徳の海の中、そう功徳の海っていうの、それのこれたくさん水があるけれど、それでもその少しでもこうあれですね、損をしないようにこの守るわけですね。それから善言戦場一陣も積むべしというのは、その善言を功徳を積んでもまだ積むと、こういうことをね、
で結局その精神でないとその僧侶の中ではやっていかれない。私がまあ25年僧侶生活やってるわけだけどね、なんとなしにまあその行き詰まらないでこられたっていうのをね、そう僧侶の中でいいとこ取りしようとしなかったってことだ。いや例えば僧侶にいろんな配役とかいいまあ楽するとこと損するとことっていうのがあるじゃない。それに、ね、楽するとこだけ取って、それで損するようなことは仕事はしないと、こういうような態度だと。これいつかそのそういうような態度を取っていれば、あの自分がいられなくなる。そうじゃなくって、できるだけ僧侶の中でその少しでも自分のプラス行動を余計につけておこうと、そういう気分でやってれば行き詰まらない。これ僧侶の中でそうなんだから、社会生活もそうだと思う。社会生活の中で自分が何か得するようなことばっかり探してね、いいとこ取りしようと、そういうつもりで生きてたら、いかにもそれは社会は大きいんだからね、あのいいとこ取りしたら、うまいことできるように思うけれど、いつかは行き詰まって社会から落語しなきゃいけない。そうでなしに、ただなんとなしに社会のためにその少しでも役に立つような、そういうつもりで行動してりゃね、悠々とした世界が開かれてくるんだ。これただただそのいいとこ取りしない、これをね、沢木老氏は徳は迷い損は悟りって言うんだ。でこれでだからいいことをした、プラス行動をしたからすぐなんとかそのっていうか、あの駆け取りに行く、そういうことしない。ただその諸悪まくさ、ただ自然奉行、そういう態度を、生きる態度を学ぶことね、これも国語を学すって言うんだ。結局取引なし、相手なしにただやるって、そしてただやってるっていうところに、なんとなしに人柄の良さも養われるんじゃないかと思う。そのそれをうまいとこ取り、いいとこ取りばっかりこうやってるっていうと、なんとなしに人柄がこのスリみたいな顔になってくるっていうね、そういうようなことになると思う。でだから水無消滅のところ、無の施設家督愛というのはこれですね。でだから今般若波羅蜜多を学するとは、しかあれば学般若これ国空なり、国空は学般若なりっていうのはね、そのどうしてそういうそのただやるかっていうと、人今言うこれ自己っていうのはオール分のオールで、人一切自己気味の自己だね。何もかも自己ならざるはないんだからね、自分の生命を大切にすると、こういうつもりで生きることね。どっちの方向向いても自己の生命を大切にするっていうつもりです。で人に尽くせることは人に尽くす、人のお役に立つところはできるだけお役に立とう、そういう態度だ。ただこれが大切ね。のそれを全く当てなしでやってるっていうところに国空を学す。私これ国空っていうのをあれすると、あの
私が事故っていう本にも書いてるけど、あの昭和23、24年の頃だから30年前だな。あの頃は私つらかったんだ、あの信州にの提唱寺にいた頃ね。それこそ一生懸命やっていながら、もうちっとも認めてもらうどころか、その本当の寺男ぐらいに、あの寺のばあさんにこき使われて、それでやってたけど、本当に情けなくなったね。その時につくづく思った、あの、出家者の道は現に厳しきかなっていう詩作ったんだね。あの時いつも思ったのは、こう、あの底知れぬ谷にね、その石を投げてるような気持ちだ。自分できるだけこう石に投げてても、ちっともスッとこう音もなしに消え失せたいっていうね、音もなしに自分のやってるプラスコードをちっとも反響なしだ。それやってきて本当に虚空を隠すっていう、虚空っていうのはそんなもんだ。いくらやってもやってもちっとも何の響きもない。これをとにかくただやると、それがね、我々の修行のしどこですね。本当にそれから次の天台釈また仏に申して申さ、世尊もし善男自然女人とこの諸説の人人般若波羅蜜多において樹事独自しにより比喩し、他のために演説せんに、我まさに遺憾じてか主語をなさん、ただ願わくは世尊憐れみをためたれて自供したまえ。これ、まあ、善男自然女人がだね、一生懸命その般若波羅蜜多これを守って、それでお経も読んで、そしてまた般若波羅蜜多を演説すると、そういう般若波羅蜜多のために尽くしている人、そういうのをいかに守りましょうかと、こういうのね、まあ、これ世間のお父さんお母さんは自分我が子を守ろうと思うでしょ。私だって、まあ、私の弟子たち守ろうと思う、あの私の弟子たちが修行してる、それをなんとか無事にマジが来ないようにってね、守りたい気持ちあるわ。それと同じね、今天台釈が修行者を守りたい、その場合どうするか。その時愚寿前言、天台釈に言って曰く、教師か、何時法の守護すべきありと見るや否や。この今言った般若波羅蜜多っていう法はですね、守護すべきものがあるか。そうすると天台釈曰く、否なり大徳、我法のこれ守護すべきある子を見ず、それ今般若波羅蜜多っていうのは一切空、虚空のようなもんなんだからね、これ、全く守護すべき、これがって言って、例えばまあ、メガネのようだったら、これメガネ大事って言ってね、こうして、そしてサックに入れてって、こうだったら壊れないように守ることができるわ。だけどこの虚空を守るっていうのは、これは守りようがないでしょ。もう全く。それで前言曰く、教師か、もしあ、そうじゃない、天台釈曰く、いななり大徳、我法のこれ守護すべきあるを見ず、全くその守護すべき法っていうのがあるとは思わないと前言曰く、教師かもし善男子善女人とこの格のごとくの説をなさば、人人般若波羅蜜多、これ守護なり。要するに格のごとくの説っていうのはどういうのか、結局不可得無所得ってことだ。
全くつかみようがない。これって言ってつかむものがない、相手がないということね。とそれが人人般若波羅蜜多、すなわちこれ守護外、何にも守りようがないっていうことが本当に守るってことだっていうのね。これはあれですね、例えば、まあ今親が子供を守るっていうね、今の時代の親たち見てると本当に過保護っていうかね、守ろう守ろうとするか家に傷つけてるのが多いんじゃない。それで守ってやるのか成長を邪魔してるのか分かんないようなその育て方してるでしょ今の親たちね。俺親がなくても子は育つって言うけれど、今の親たち見てると親があっても子は育つって言いたくなるぐらい親が邪魔だもんで今私なんかの場合でも弟子たちを育てたいと思うんだったら、その俺が守ってやってるってね言うんじゃなくて、なるべく邪魔しないようにっていうことだけだ。ただ弟子たちの成長を邪魔しないようにって、それだけのいるのね。で、当点大切なことは自己切りの自己のこの士官処方強来だ。さっき今あったようにすべて私の生命なんだからね。自分は自分切りのその自己切りの自己として。自己切りの自己として全てをこの処方強来って、処方っていうのはこのオール分のオール、これを大事にするってことね。そういう生命態度が、それだけが弟子たちを守る唯一のものできることだと思う。で親の場合もそうだ。我が子を守ろうと思ったら親が本当に処方強来の自分の生命を本当に大切にするっていう姿勢ですね。そういう態度で生きてれば、そういう姿勢態度を見て子供も成長していく。それを親がなんだかんだって言って子供を俺の思惑に従ってね育てようとするともう邪魔になる、邪魔してるんだ。で、格の如くの、もし善男子善女人と格の如くの説をなさば人人般若波羅蜜多、常に恩理せず、まさに知るべし一切人非人、その頼りをしぐし損害をなさんとするに、ついに売ることはあたわり。これね、要するに格の如くの諸説っていうのは今言うこの取引なし不可得無所得、それがそういう説をなすとき人人般若波羅蜜多、常に恩理せずだ。要するに般若波羅蜜多のこの法通りだ。まさに知るべし、その時ね、一切人非人というのは、人非人というのは人にして人にあらざるもの、こういう意味ね。この八部衆というのがいるくらい、その仏法を守護する八部衆とね、仏法を傷つける八部衆というのがいるのね。で、その頼りをしぐし損害をなさんと思わんに、ついに売ることはあたわり。これが何かこの守るものがあるんだとこう思ってこう握ってると、その失うもの、ところが失うものが あったらすぐマミがつけいるね。マミっていうのは悪魔みたいなものがねつけいる。でそして
来るけれど、失うものもないんだったら、どっちどころんでも自己切りの自己、オール分のオールって言うんだよ。あれだったらね、失うもんがないから、あれ傷つけよったって傷つかないものね。でついに売ることあたる調子か、もし守護戦と思わば諸説のごとくすべし、人参般若腹密だと諸菩薩は虚空を守護戦とするに異なることなし。だから結局ね、この守護するっていうんでも何か相手があって守護しちゃいけないですね。全く相手なしに、ただ自己の姿勢だけ守ってるってことだ。知るべし、樹地独住如理周囲、すなわち守護般若なり。ただこれこれと不可得無所得のその姿勢、これそれで十字独自により周囲すれば、それが本当の守護般若なり。欲守護は十字独自等なり。このだからね、無所得不可得っていうこういう態度、これがね仏教の根本です。その点あの日本へねキリスト教が入ってこないのはね、キリスト教っていうのは随分もう古くから400、500年前から、足利時代の末期ぐらいから日本へ来てるわけだね。キリシタンパテレンの方っていうのはね、その割に日本じゃ増えない。増えないのはなぜかっていうと、そのこの日本には日本人にはなんとなしにこの本当の生命の真実っていうのは無所得不可得っていうのはね、なんかこう染み込んでるようなとこあるね。この仏教、これ日本は仏教国って言いながら全く仏教なんての盛んでないことはみんなご覧の通りだ。それにもかかわらずまた仏教がどっかこう日本人に染み通ってるとこもある。そしてそういう取引のないところに、その平安時代はやっぱり仏教が非常に盛んだったからね、それで仏教を通して平安の人たちは奥ゆかしいとか、あるいは近まさり、近まさりっていうのはね、近くに寄れば寄るほどだんだん、親わしい、優れてくるっていうのは近まさりっていうね。それに対して近おといっていうのは遠方から見てるとバカにあれなんだけれど、そばへ行くとだんだんがっかりするっていうのは、そういうのは近おとり。これまあ源氏物語に出てくる言葉で、そういうようなことは藤原時代からそういう言葉があるほど日本人に入ってる。それがあるためにね、今度キリスト教の食材っていうね、教理罪をあがなうっていう教義に対しては日本人がちょっとはてなっていう感じがするところ、神様がそんな取引かイエス様を貼り付けにしたか、それだからその神様が人間を罪を罰するところね、まあイエス様がこう罪をあがなうっていうでしょ、この罪を買い取って、それでまあ人間が許されるという、こういうキリスト教の根本教義がある。これを聞くとはてなっていう感じがする。それは神様がそういう取引するはずはないものが神様じゃないか。で、神様が取引するのは当たり前って考えてる連中はね、今新興宗教の人お賽銭あげたらこれだけのってそういう取引考えるでしょ。ところが今仏教っていうのはね、一切取引なしっていうあれがあるから、そういう取引
すべきものでないんだ、神絶対っていう世界では取引すべきでない、そういう考え方が根本にあるから、キリスト教が本当に入ってこないところがあると思うね。で、戦士、その次読んでみると、戦士古物いわく、渾身苦心に似て虚空にかかる、東西南北風を問わず、一等他のために般若を断ず、適調と量適調と、これ仏祖適的の断般若なり、渾身般若なり、根多般若なり、根治般若なり、根東西南北般若なり。これを如上禅師のね、下にこういうのがあるのね。渾身口に似て虚空にかかる、これは風鈴の術って言うんです。風鈴ってあの風鈴のことだ。渾身口に似て虚空にかかる、東西南北の風を問わ、一等他のために般若を断ず、これ新尊量新尊っていうね、あの面山さんのあれにはそういうふうにあの金が振ってあるね。沢木老師はこれのどうもその適正等量適正等というの、それを新尊量新尊っていうのはちょっとおかしいって言って、で市内行った時にこう市内人に聞いてみた。そしたら点点とんじゃん点点とんって言うんだって。それでね、ああ結局の話ね、その風鈴っていうのは言うんだけど、あの我々が風鈴のこと考えると、その辺こう夏になってくると、あの屋台店なんかに風鈴吊るして売りに来るのがあるでしょ、ガラスのね。そしたらあれはチチンツンダンチンツンだ。ところがね、そうじゃないんだ。あの信濃風鈴っていうのはこう大きな伽藍ね、とかあるいは五重の塔やなんかのこう軒場にこう吊るしたでしょ、あのこう大きなこのなんていうかな、銅かなんかでできてるこういうような、こういうようなんでね、そしてこのとこにこうあれして吊ってるでしょ、こういう軒場にね、これなんですね。これはそんなね、シンツンジャンシンツンってそんなね浅い音出さないんだ。テンテントンランテンテントンってこういうその本当にそういうようなこう錆びた音出すの、これで。これはねまた、素晴らしい詩なんだね。このこういう風鈴っていうのは自分の体全部渾身口に似てて、これもう口みたいな、それで虚空にかかってるって、これがまたいいところだもんね。で東西南北の風を通る、東風だけはもうごめんってそういうんじゃない。で一等他のために般若を断ずの適調と量適調と、こういうことなんですよ。要するに渾身口に似て虚空にかかるって、これですよ。オール分のオールだ、結局ね。もう自分というものはもう天地いっぱいなんだ。天地いっぱいで、だから渾身、その次に渾身般若なんだ。自他一枚ね、自分と他人とっていうのはないんだ。自他一枚、これが渾身般若で、根多般若なんだ。でその自己の中身に他もあるね。私がさっき言った私、自己切りの自己が私は喋ってるんだ。だけどその私切りの私の中に、私の網膜に皆さんの顔を映ってるんだよ。それで皆さんがそのいかにもこうあこつんときたっていうような顔し
してくれるとことを狙って一生懸命喋ってんだね。そういうできるだけ分かりやすい言葉でいかに喋ろうかっていうのは、これ狙って喋ってる。ところが本当は分かったのか分かんないのか、それは分からない。私に分かるはずがない。私だけなんだからね。でもこれもう他っていうのはない。本当般若だ。それから根治般若な人一切自己、これがねオール分のオール根治般若、今東西南北般若、これも 天地いっぱいの生命の実物のことやもね。私のね、ところで私のその沢木老師が書いてくださったね、掛け軸の中で主者のこのこういう掛け字が書いてあるんですが、これがまあ今の字と同じ意味だ。これはね、私がさっき今も言った昭和23、4年の3年の頃だ。その本当にもう私が悩んでいた最中、沢木老師に手紙書いたら、沢木老師がこれを書いてくれたのね。取捨を総合して取ったり捨てたりっていうの、それを二つながらこう捨ててですね、忘れて、思い有念っていうのはね、有っていう字はね、水鳥の羽がこうやるとふわーっとこうあれしますね。このふわーっていうやってる、それが有っていう意味。この思いが非常にこうふわーっとしてることだ。で、万物同時現在前と取ったり捨てたりを全て捨てちゃったらね、この万物同時現在前ありもんまんま仏法今より真すでに作ってね、その結局思い手放しだ。もう何もことさらどうしようと思うわけじゃない。で、真に交互しばらく縁に従う。そいつはもうどうしようもないんだと。どうするかって、ただ縁に従うのね。縁に従って生きる。出会うところ我が生命だ。それで出会うところ我が生命、どうしなきゃならないってことはない。今出会ってるところ処方あれでしょ、処方狂来っていうのはね、全てのものを拝むっていう精神。拝むって狂来っていうの、拝むっていうのはこれを最高価値とするっていうことです。
で真偽交互しばらく縁に従うって、これが大切だね。今のあれでも東西南北の風を問わず一等他のために般若を断ずって、どの風が来てもこの点々トンじゃん点々トンってこうねなるっちゅう、これが般若だ。で結局の話、この今言う天地いっぱいの事故、その自体一枚で全ての他を事故の内容にしてですね、オール分のオールで生きる、これが下の意味ですね。それからその次の方、釈迦牟尼仏の野玉枠シャリシ、この諸々の有情、この般若波羅蜜多においてまさに仏の重するがごとく供養し将来すべし、般若波羅蜜多を周囲すること、まさに仏バガボンを供養し将来するがごとくすべし、ゆえはいかん、般若波羅蜜多は仏バガボンに異ならず、仏バガボンは般若波羅蜜多に異ならず、般若波羅蜜多はすなわちこれ仏バガボンなり、仏バガボンはすなわちこれ般若波羅蜜多なり、何をもってのゆえにシャリシ、一切如来王聖等学は皆般若波羅蜜多より出現することを売るがゆえに、シャリシ一切菩薩マガタス六角アラカン普賢一来夜等は皆般若波羅蜜多より出現することを売るがゆえに、シャリシ一切世間の従前合同四乗旅四無識乗五人数は皆般若波羅蜜多により出現することを売るがゆえに、しかあればすなわち仏バガボンは般若波羅蜜多なり、般若波羅蜜多は是諸法なり、この諸法は空想なり不生不滅なり不苦不浄不増不減なり、この般若波羅蜜多の現状せるは仏バガボンの現状せるなり、文殊すべし三種すべし供養来行する、これ仏バガボンに武言成就するなり、武言成就の仏バガボンなり、これはまあ最後の話だけれど、その要するに般若波羅蜜多っていうのは仏さんを、この般若波羅蜜多をその供養し代行する、これは仏さんを大事、この供養し代行するっていうのはね、大事にするってことね。結局これその今言うそのオール分のオールで自己切りの自己で、これが般若波羅蜜多なんだからね、これを大事にする、これは大事にするっていうことは、そのこれを最高価値とするっていうことね。私は初めに言ったでしょ、私はこの私の世界ぐるみなんだ、この世界ぐるみの私の生命を本当に大事にするってこと、これが一大事っていうんですね、一番大事なこと、この価値観の問題だ。これみんな価値観がね、価値観ってことを考えない、何が一番大事かってことを考えないでみんな生きてるからね。まあ私が今ゆうべもちょっと何かの加減で思い出したんだけど、私のね中学時代にね24時間生活法っていうのがあった、あの本がねたくさんこう本屋の前にうずたかく出てたね。それ見るとアメリカ人がまあ書
書いたのを日本人が翻訳してた。24時間ですよ、生活法って。もう時間をいかに精一杯にね、細かく切り刻んで能率的にやるかっていうのは、その頃のアメリカ人はちょうど今の日本人と同じようにエコノミカリマルだったんだ。いかに豊かな生活を築き上げるかっていうんでね、一生懸命になってたんだね。それでそれをまあその頃、日本人が訳したに、本が24時間生活法だった。だけど私その本見てね、なんとなくバカらしいと思ったな。それがどこがバカらしいかってね、その頃言えなかった。でも今ならはっきり言える。何を大事にするかっていうことをね、考えることなしに、その24時間一生懸命切り刻んで能率上げてっていう、これはね、とにかくその頃のアメリカ人にとっては豊かな生活を築き上げるっていうのが一番いいことと思ってたんだね。で、まあ今の日本人もそのレベルだ。あれから50年経ってるもん。50年のうちにの今の日本人はそう。ところが今のアメリカ人はちょっともう一つ先に進んだね。そういう、その24時間生活法っていうのを書いてたようなエコノミックアニマルの世代は今70ぐらい、70から80になってるんじゃない。今の、まあ、トムさんやハワードさんの親の世代だ。この親の世代どうなったか、あんまり豊かになって、この今度はなんだか寂しさを感じてる。しかも働かずにはいられないって、そういうあれになってるのね。ところがそれまた息子の世代、これはまあトムさんやハワードさんの世代だ。これ親の世代、こう裏側から見るとバカな生き方したもんだとこう思ってんだ。それだからわざわざ日本までやってきて、あの座禅とかしてんだから。それで要するに、いかに24時間そのを生活するか、それを考える以前にね、何を一番大事にしなきゃならないのか、一生の、我々の一生としてね、何を一番大事にしなきゃならないのかって、それを考えなきゃダメだ。そうじゃなきゃ慌てもんちゅうになれ。それで一番大事にしなきゃならないものっていうのは、そんなあの経済的豊かになるってことじゃないもん。でそうじゃない、今言うそのどっちへどう転んでも自己切りの事故って、オール分のオールって、これをね、こういう事故を本当に自覚し、こういう事故を一番大事にして生きる、この姿勢態度だ。取引なし、そういう態度が一番大事なんだ。それでだからそれが般若波羅蜜、これが仏さんでもある。それでだからまさに仏の十数羅がごとく、供養し礼拝し来生すべき。だから自分のどっちへどう転んでも自己切りの自己、オール分のオールである自己、これをね、仏さんを大切にするのと同じように大切にし、供養して生きなきゃダメだっていうのね。で、般若波羅蜜多を思慮すること、まさに仏バガボンを供養し来生するがごとくすべしと。仏バガボンっていうのは、バガボンっていうのはね、その仏さんのことです。ゆえはいかん、般若波羅蜜多は仏バガボンに異ならず、仏バガボンは般若波羅蜜多に異ならず。要するに仏さんってね、何か向こう側にある総合光明を持ったね、このお寺の本堂にあるあのお人形かと思うと大違いだ。これあれだね、盆栽になるとね、これ内緒だけどね、盆栽になるとね、坊主、私なんか坊主になる以前はね、なんとなしにお仏像っていうの尊いものかと思ってた。ところがね、これ内緒だ。ところがね、坊主になってみるとね、
本当にあれはね伏見人形と変わらねえなということはよくわかる。時々頭こうなでて掃除しなきゃそれでまあ奈良の大仏さんでも掃除するけどね、もうお少年抜きしてとかなんとか言うけど、だけど本当は本当にあれただあの人形でしかないもん。でそれをねありがたがってるとすればまあ、観光に来てなんだかんだって言ってお仏像巡りするのあれもまあ、 その程度のもんだ。あんなことは本当の人生を考え宗教本当の意味の宗教っていうのとは全く違うもんね。観光旅行だやっぱり。で本当の自己の人生本当の意味の宗教って言ったらこれは本当の今自己の世界を大事にするっていうその精神です。それ以外はその態度。般若波羅蜜多はすなわちこれ仏バガボンなり、仏バガボンはすなわちこれ般若波羅蜜多なり、何をもっての故にシャリシ一切如来王小等学は皆般若波羅蜜多より出現をすることを売るがゆえに、仏さん自身がだね、大体ねそういう自己の人生それを大事にしたとこから生まれててんだから、だからあの般若波羅蜜多っていうのは仏さんの母っていうね、仏あの大本般若にも仏母本っていうのはあるけど仏さんの母なんだ般若波羅蜜多。一切菩薩摩訶薩独覚あらかん普賢一来夜か夜等は皆般若波羅蜜多より出現することを売るがいれん。いやこういうその小あの菩薩摩訶薩それから独覚あらかん普賢一来っていうのの夜っていうのはこれはまあいろいろの修行者の段階ってとでも言ったらいいんだろう。そういうものはみんな般若波羅蜜多から修行すればこそ自分の生命を大切にするっていうそこから出てくる。で、シャリシ一切世間の従前合同、従前合同っていうのは不摂生不中等不邪淫不毛語不悪あ不良絶不悪不器語不頓欲不真に不邪見、こういう非常欲っていうのはいわゆる自然のことね、シムシキ情これもまあ、術語と死者のまあ難しいあれがあるけどこんなのまあ皆さんに必要ないからやめる。で五神通このいわゆる神通力っていうのがあるけどそういう神通力っていうのをみんな般若波羅蜜多により出現することを。でしかあればすなわち仏バガボンは般若波羅蜜多なり、これ仏さんというのはね、その般若波羅蜜多で般若波羅蜜多は是諸法なりこれね、その自己の生命って言ってオール分のオールっていう自己の生命だってでね言ってもこれコロッとね決まったそこにあるもんじゃないんだ。是諸法あらゆるものとして出てくるんだ。だから私の生きる世界っていうのはこれ私が体験するのは全てだね。だから私の命としてコップ一つも大切にしなきゃならない。それから、自分の持ち物も大切にする、人の持ち物を大切にする、人と出会うのも私の生命と出会うんだ。私これまあ私のところにお客さんたくさんいつも来るけどこれいつも私は私のと出会うつもりで対してるわけね。それで私と思って私の生命と思って大事にするわけだ。そういうつもりでなきゃいけない。だからあの今年の、正月のところ年始行にね生じする自己の命は全ての全てって、これ私が生まれた生きて死ぬ中そういう生じする自己の命は全ての全てので価値と全ては
価値とすべきはこの命っていうね、この本当の価値とするしなきゃなんないのはこの命だ、私のね。で、頭手放し、さまざまに現れる命をただ生きるっていう、その詩を念詩上に書いて、まあ、方々さんへ送ったんだけど、それね、結局ね、私の命をっていうのはさまざまに現れる、そのさまざまに現れるどれもこれも私の命なんだから大事にすると、こういうことだ。で、この処方は空想ない、たくさんあらゆるものが出てくるけれど、これ取引相手として出てくるんじゃなくて、この全くその頭手放しじゃなくて空想だ、頭手放し、さまざまに現れる命をただ生きる、この捉えられるまま手放しなしのまま、これが空想です。で、不祥を不滅ないと、取引じゃないから出入りなし、天地いっぱいです。で、福不浄不増不減なりと、このだから福不浄不増不減なりってね、修行したら道大悟り開いたって、それだったら綺麗になったわけだね。そうじゃない、悟り開いて綺麗になるって、そんなものがあっちゃかえって汚れちゃうんだ。ただ修行は修行、あれだけ、その態度ね。で、福不浄不増不減、俺が偉くなったって言うんだよ、それで俺がこう大きくなったんだ、俺増した、そうじゃない、全く不増不減、出入りなし、この般若波羅蜜多の現状せるは仏バガボンの現状せるなりと。だから士官人一切生命現状、これはその仏バガボンが現状した。文殊すべし、三殊すべし、供養来行する、これ仏バガボンに無言成就するなり。決してね、一切空だって言ってね、もう一切空なんだ、だからって言って荒々しい行動をする、これがね、おそらくあれだと思うね、道元禅師の時代、座禅する人の中にそういう人いたに違いないんだ、一切空だから因果を否定して、そしてその好き勝手に思い切りやったらいいんだ、前者はってね、そういうような前者がいたに違いない、まあ今いや夜行禅っていうけど、そういうのがいたに違いないけれど、その一切空っていうのがそういう荒々しい行事をするとこじゃない、本当にこの仏バガボンに無言成就するよね、仏さんを敬うように、うやうやしく行事しなきゃならないんだ、うやうやしく生きていかなきゃならないんだ、それが言いたいためにマカハンニャハラミツっていうのをね、わざわざ取り立てて、それで道元禅師がそのこの巻を書かれたわけですね。つまり取引根性でなしに、自己切りの自己の内在構造として無言成就だ、ただ仏さんを大事にする、そういうただ自己の生命を大事にすること、無言成就の仏バガボンなり、この生命を大事にするというのは、それが無言成就している仏さんの姿そのものだって、こういうことですね。まあこの巻はこれで終わったとして、この次はその一家の名字。